松村クリー野の送り自慢さあ、改めまして、松村クリー野です。今週のゲストは、歌手の近藤夏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いつも明るくてね。はい、もう、鶴瓶さんから皆さんに愛されて。<laughs> いや、もう、それを知ってくださってるのがめちゃくちゃ嬉しいです。いや、もう、鶴瓶さんがもう大事にしてますもんね。うん、いや鶴瓶さんは本当 本当にもう、あの、デビュー当時に、はい、デビューした時に、確かラジオに呼んでくださって、10分コーナーのはずが、はい、お前おもろか残れとか言って、1時間くらい出してくださり、えー、その時に、私のお母さんに急に電話。 あなるほどなるほどお前がこんなにおもろくてええコナンは絶対お母さんがいないに会ってて番組中にお母さんに急に電話してお母さんが出た瞬間「えっ鶴瓶?」って言ってお母さん呼びつけて面白いなそれもねはい言ってくださってそれ以来もずっと鶴瓶さんにもかわいがかねそういうのが一番いいですね今日もお母さんに電話してもらってもいいですしね鶴瓶さんちに電話していただいてもいいですよ終わった後のフォローしていただけるんだったらねもう本当いやありがとうございますでもいいことですよね可愛がられてね でも本当に特に今、デビューして14年なんですけど、うん、高校に来てまた、なんていうんですか、より一層、そういう人からの、まあ、愛されてるって自分で言うのもなんですが、可愛、うん、がっていただいてるなっていうのを、すごく実感してますいやもう、こういう芸能界って、そそれが一番大事でですすもんねやっぱそうですか、うん、僕、鶴瓶さんの会見に行った時高校の先生が、うん、もうなんかねあの、鶴瓶さんこそ日本一の司会者だって言ってたから、えー、あじゃあ電話かけたらいいかなと思って、えー、高校の先生にちょっと代わってもらいました。うん <え>鶴瓶さんかって鶴,鶴瓶さんになんかちょっと高校の先生にちょっと電話してちょっと話してもらっていいですかねって言ったら話してくれますもんねああああいやでもそういう方なんですよさんまさんと鶴瓶さんは分け隔てないんだよねあのねでもそういう方がやっぱりずっと残ってらっしゃるしうそうねやっぱでかなわないなって思います、ね、その二人が大阪の毎日放送もヤングタウン <laughs> ヤングでもないのにやってますもんね <laughs> もう何年やってんだっていう僕子供の頃からやってるもんヤングじゃないのにヤングタウン MBS ヤングタウンテラテラッタ たったるみたいな、ね。そうなんですよ。もう、ハッピーツーで何回電話しても、一切、<laughs> あの、採用されませんでしたけどね。すごい、でもすごい昔からやんたんも来てるん。そうですよ。松村さん、あれですよね。記憶力すごいですよね。いや、記憶力すごいっていうこともないけど、好きなのは好き。でも、驚いた時が若い時多いから。 驚いたことは記憶に残るんだけど最近昨日何食べたかとか覚えてないルーティン忘れての取り方さですけどルーティンは消去じゃ消去消去していやでもお話ししてる記憶力すごいなと思いながらでもさ昔のことすごくなんかこう詳しいなって思う近藤夏子さんですけどなんと1985年生まれそうですまあお若いっていうか僕まだ高校生の時でしたね19 8だなあ本当ですか、はあ、私は今だから、えっと、38歳になりますねタイガース優勝した年に生まれてんだ <laughs> そうなんですね私も日本一ね。吉田義生です <laughs> よかったしねあの本当今度夏子ちゃんの生まれた年にね日本一ビールバースがかけてくれました<ご> <laughs> かけふですありがとうございます今年38年ぶりの優勝はこの85年からスタートだと思いますのもうねやっぱりいやいやねあの <laughs> 岡田ですけどね。あの、いやいやいや。ねやっぱり八十五年やからねお。いやいや、いやいや、いやいや、バースでね, <laughs> ね。バブダ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 ブ。っ喋ってないですけど。ね。豪華、ね、いやいや。<laughs> ここの距離でれれ見れるなんていやいや、でもその年生まれたんですもんね。この年に生まれてよかっただからこの年に生まれてるから今これ目の前で見れたんですよね。だからね、<って S 2> でもね、その年に生まれてるからってわけだけど、38年ぶりの優勝、38年ぶりの日本一、38年ぶりの日本一ってことは、年はわかりますよね。生まれちゃいま38歳なんだなって。<laughs> それはもう、もう覚悟の上で言ってますよ。阪神があの時と、もう今年も、私が生まれた年ぶりのっていうのは、もう言ってますよ。10月16日じゃないんですか違うんです 7月生まれなんで7月29なんでああでも7月29です四月29も85年だと何かあったと思いますよ本当ですかねバスが何本売ってたんだろうみたいないそうですよね,ねまあまあ人気のすごい年ですからねそうですよとしてはね優勝してるあの年に生まれてそう島根ご出身なんですねそうなんですよもう関西弁でお仕事の時はしてるんですけど、はい、島根出身で今も島根でも番組も持ってますし、えー、大事ですよはい 僕も山口放送これ、ね。これそう、ね、お世話になってますよね。か地元は大好きなんで、ね、大好きですね。島根のどちらですか島根県の大田市。大田市。はい。僕の知ってる人だと阪神タイガースの福間さん。<laughs> 福間さん,しん、ね、好てます。福間、おささんは、大田の、大、はい、田高校だったかなそうです。大田高校で。しかも、ちょ、ちょっとした自慢じゃないですけど、はい、いいですか、はい、私の、父が大田高校で、はい、福間さんが先輩野球部で。ああ、そうなの ?3 年1年 1> そう、多分それぐらいの年齢差なんじゃないかなと思うんですけど、で、福間さんが、あの、プロ野球入る前に、松下で、ナショナルでや,やられてた時も、パパは、うちの父が、ずっと見て、あの、整骨院なんですよ、うち。 で、その後プロ入って近鉄入って。 近鉄から阪神行ったんですけど、近鉄時代に怪我されたんです福間さんが。その時に整骨院として直したのが、ロッテ。ロッテ。ロッテ。ロッテのドラフト1位だから。あ、ロッテか。はい。その時に、あの、治療したのが、うちのパパ。あ、うんですかへえちょっと、後で携帯持ってきてもらって、福間さんに電話してもいいですかね。それやっせっかくだから。でも私、あれなんですよ、実家で、大田の近藤 私、近藤って近藤、近藤って言うんですけどってあるんですけど、えーえー、近藤整骨院っていうところなんですけど、えー、そこで、福間さんも実はお会いしてて、私が生まれた、ちょっとたったぐらいかな、はい、お会いしてて、抱っこしてもらってるんです。ええー、これ、ちょっと。松ょさん,村さんょ途中、中断してるけど、こっち,こっちから電話できるのできますかね 私、え、そんになことあるちょっとかけてもいいかな福くさんちに、ね。もし、もしで出てくださったらすごいこと。なんかラジオ出てもらっていいですかね出るかないらっしゃるかなおうちの電話番号なんですかこれ僕の電話番号。もしもしあ、福間さん。はいはい。あ、松村国広ですがあ,あ、ありがとうございます。いや、ああラジオ番組なんですけど、はい。あの、 し今日ゲストの方の近藤夏子さんのお父さんが、大変福間さんになんか先輩でお世話になったみたいで、その方の娘さんが今、芸能界で今、頑張ってらっしゃるんですけど、ねはい、はいちょっと夏子さんとお話させていただいてもいいですかね。あいいですよ。うわー、福間さんと、ちょっとせっかくですから、僕も阪神タイガース、今年優勝。もうね85年は 熊さんのおかげですからね。いやいやいや。熊さん。熊さん。近藤夏子です。こんにちは。いや、すごい泣きそう。ええ、はい。やったっけはい。あの、お家行って。はい。島根のお家行って。はい。挨拶して。はい。ねえ、その時に、あの、携帯の番号は知ってるんやけど。はい。いつ電話したらいいかわからんくて電話しなくて。たまたまね。はい。あの、あの、 マスターズ甲子園というのがあって、それで帰った時に、えー、久吉の、久氏私の父です。お父さんにも会いたいことでね、あってね、ちょっとのひとときを過ごさせていただきましたありがとうございます、もう本当にの今日も父にも、実は松村さんとご一緒するんでって言って、阪神のお話にもなるし、福間さんのお話にもなるかもしれないんだって、さっき報告、一応したんですよ、父にも。 ああ、そうですか。すごく喜んでいて、いおじいちゃんも多分すごい喜んでん、はい、なんか <laughs> 福間さんをマッサージもされたんでしょう、お、はい、父さんが。あのー、いや、あのー 僕はね、どっちか言ったら恩人ですわ。あの、あの、近藤聖骨院のね、の、あの、子っていうのは僕の恩人ですよ。ああ、そうですか。学校の後輩でもあり。肘を直してくれたことによって、えぇ、で10年間投げさせてもらったということですね。いやこれ、私は、父からそういうふうに、一応聞いてたんです。あの、パパが福間さんを直したんやで、とかって聞いてたけど、私自慢をね、でも聞いてたけど、やっぱり、あの、嘘つけじゃないですけど、 爪からするとね、信じられへんわーなんて言ってたんですけど、いや、ほんまですよ、だから、あの、シャやし君がいなかったら、<ー>僕は今ないですよ。いや、そうですか。い<や>ああ、福間さん、本当、ありがとうございますあの、福沢さんとの阪神にトレードできて、<ー>阪神でバリバリ山本和之さんと一緒に頑張られたのは、じゃあ、はい、お父さんが。 肘直していただいて。い嬉しいです、ほんそうそう、ほんま、ほんと、あ<ー>まあ、お父さん、まあ、後輩がね、<ー>もう、ダメでもともとでいいから来てくださいということでね。あ<ー>うん、ほんで、そうしたら、僕だから、甲子園、あのトレードになってきたときに、<ー>えー、ずっと毎日、甲子園の時はいつも、 あの、テラソラ接骨院とかなんですけど、そこ行って、治療を受けて、甲子入ってたんですよ。うわ、ありがとうございました、本当に。なんか、突然電話して、なんか、夏子さんも喜んでます、本当。いや、まじで、また電話する、しますよ。ありがとうございます。本福間さん、本当、配信対決日本一、おめでとうございました。ありがとうございます。 もうこれで傾斜が降りましたわ。じゃ、はあちょっと岡田監督のものまねで、おーおーやっぱりね、あの、福間ね、ありがとう、ね、おね、あの、ね、肘、肘をね、あの、ね、今度、夏子、ねあの、いやいや、もういやちょっとすいません、似てなかった、すいませんいやいや、本当の岡田監督はそれ言ってくれません。<laughs> いやいやいや、それ、ちょっと放送なんで、これすいません、本当に。あ、いはい、はいはい、いやいや、すいません、はい、ありがとうございます。います、はい。失礼いたします。 ありがとうございます。まます失礼いたします。はい いやあ、よかったじゃないですか。こんなことが今日起こると思ってないから、私いやいや、でも、島根の皆さんによくしてもらってね。いや、私、なんか、人情のある街ですね。いや、それは本当にそうなんですよ。人が温かいですし、なんかこうやって大田のことを福間さん含め、ね、自分の父の話もできたっていうのが、もう私、感無量です。いや、家族によくしていただいてよかったですね、みんなと本当に、私の家族は本当に温かくて、常に基本応援 体制でいてくれてるので<ー>そういう家族にもう囲まれてここまでやってきたなっていうのは感じてます太田高校から野球やってね、はい、頑張った、はい、お父さんね、はい そえ、まあ門真の方から。あそうあいそれも。社会人野球も出られた、ね。<laughs> そうです、うちの松下の方からね。<laughs> 松下に行ったのは福間さんですけども、ね。福間さん,行ったんです、ね。はい <laughs> あ。よかったじゃないですか。<いや S 2> ずっとでも、だから、専門学校時代は大阪で路上ライブやってたんでしょもう一生、あの時代には戻りたくないです。<laughs> ずっと路上ライブ。はい。もう、自分で、それこそ私、ピアノ弾きながらなんで、はい,はい。ピアノがだいたい15キロぐらいあるんですけど、<ー>それを担いでスピ、 いいかもって、一人で、京橋駅っていう駅があるんですけど、そこまで行って、用意して、歌い始めても、それこそ誰も泊まってくれない。<laughs> で、その時に唯一助けてくれたのが阪神ファンだったんですよ<ー>。阪神ファンの、助けてくれたっていうか、阪神ファンが買った日の、阪神ファンの人たちのご機嫌っぷりで、はい、姉ちゃんちょっと、 六甲おろしをと、って <laughs> って言われて、はいはい、だから六甲おろしを練習していって、六甲、はい、おろし歌うと人が集まってくるんですよね。ロ六甲おろしで集まった人を逃さへんように喋りながら自分の曲歌うみたいなストリートライブやってました。<laughs> ああ、でもね、マネージャーが持ってくれるわけでも自分でピアノ持ってね。もちろんです。一人でやってましたよ。ああ、だから筋肉も鍛えられてね。筋肉鍛えられたけど、<laughs> ええ、いや、もうあの時代にはしんどくて戻りたくない。<ー>大変でしたね。道頓堀とかでもた 道頓堀そうですね心斎橋の,の辺りもはい行ってましたなるほど思い出多いわけですよね、はい、そうですね島根から大阪に出て大阪の人たちにもやっぱこうやって育ててもらったな感はやっぱありますねそして2010年についにメジャーデビューされてねはいそうですうそこからまたラジオとかいろいろおしゃべりの方も、はい、そうですどっちかというとおしゃべりの方がどんどん,どん,どん広がってって <laughs> お歌の仕事もしたかったんですけど、えー、まあ歌でもちろんデビューはしたんですがはい,はい、はい どん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 ここ最近は8しゃべり2歌の仕事の割合ぐらいで、うんうんうん、昔の金棒みたいなねほ <laughs> んかねっ宝石会社が化粧品屋になってるような、はい、そういう感じですおしゃべりの方ネ金棒さんと一緒っていうのはまあ、ね、おこがましいですがおしゃべりの方ででもおしゃべりの方でラジオもたくさん今もさせていただいていて、ね、山田雅さんともやられてるということで、ね、そうですね山田さんが火曜日私が水曜日ということでご一緒させてもらってますじゃあ来週はちょっと山田さんの話をしながらいろいろと伺いたいと思います <laughs> はい <laughs> ね、まあそろそろお分かりの時間になりましたんで、はい、お知らせございますかねはいえっと私近藤夏子デジタル EP というものを今リリースしておりますそのトロワっていうのをダウンロードできるのでぜひ皆さんダウンロードしてやってくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではここで一曲お願いしますはいそのトロワというデジタル EP の中から一曲近藤夏子で愛の言葉ほほえみずきはいということで今週のゲスト近藤夏子さんでしたありがとうございましたありがとうございました 改めまして、松村邦勇です。今週のゲストは、先週も代表版でした、歌手の近藤夏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌手でいいですかね歌手。だんだんおしゃべりの一つっていう、だんだんなんか、べしゃりの方みたいなね。いや、DJ じゃん、DJ。あの、べしゃりの方って、最近は、あの、私のニックネーム、おしゃべりモンスターって言われてるんで、で、私事務所がね、キャリーパミュッパミュと一緒なんですよ。キャリーパミュッパミュと一緒なんですかそうで、あの、キャリーちゃんの曲で、ファッションモンスターって曲があるんで ですけど、はい、私はそれになぞらえて、<で>おしゃべりモンスターって言ってるぐらいなんですが、ね、改めまして、シンガーソングライターの近藤夏子、ね、です。よろしくお願いします。シンガーソングライターということでね、<laughs> もう鶴瓶さんとも親交が深い。いや、そうですね。先週もちらっとお話しさせてもらいましたけど、ね、もう、 つい最近も、実は鶴瓶さんお会いして、はい、お会いした場所が、あの、それこそあの、ええ、山田正人さん。あ、はあ、山田正人です。はあ、山田正人語りの世界。今日は近藤夏子の物語です。島根県の大田という町にいました。す お父さんは太田高校でも野球やって大学でも言ったんですが、怪我をしてしまい、そこから整骨院のお仕事をされたんです。すそんな時、二つ上に一つ上かわかりませんが、つ後の,の阪神タイガースの85年のおさえの、福間治がいたんです。<laughs> 福間治は、お父さんへの感謝を忘れませんでした。先週のラジオで、まっちゃんのお国自慢という KRY ラジオにも出てくれて、<laughs> 語ってくれたんです。 <laughs> ありがとう、ありがとう、浜村淳ですみたいな、ね。はい、浜村淳さん最後出てきてるから。うん、ふざけが出てくる。ていか<や>、でよくちょっと待ってください。ね、山田さんのものまでもできるんです、ね、山田正と語りの世界だから。そう、山田正と語りの世界、うん。あの、山田さん今デビュー40周年でいらっしゃって、はいはい、その山田正と語りの世界の 40, の40周年の大阪公演のゲストが鶴瓶さんだったんですよ。ああ、そうやったや。で、私はそれを、あ、わありがたいことやで、<laughs> もう山田とは松竹芸能の頃からよう可愛がってた、ね、これ山田コツコツコツ,コツやって俺味方すんね。 こういう頑張ってるやつの味方すんねや、<laughs> もう損得関係ないんで、俺、ほんまにも優しい男やでって、自分で言わんちね、<laughs> モノマネやろ、松村やろ、お前は <laughs> みたいなね。 松村さんのお顔も鶴瓶さんに見えてきて鶴瓶さん行ら「1179」や知ってます知ってます鶴瓶さんこんなんあったやん鶴瓶さんあったやんか私も楽屋行ったやん鶴瓶さんのあったやほんまに鶴瓶さんと喋ってるみたい打ち上げ行こうかみたいな翔平も来てんね今日翔平もまたあの世から来てくれてうん何やいやいやみたいな 昌平ちゃんありがとう、ありがとう、ね、<laughs> 違うんですよ。松村さんお一人で、この前の40周年の山田さんの語りを全部やってても、止まらんや <laughs> ささんあれ、今何物語やってらっしゃるんですか山田さんは。山田さんは、んは今は WBC 物語とかやって <laughs> WBC! いやー、大谷昌平が言いました。憧れるのやめましょうよ。憧れるのはやめましょう。山田、雅人です。正人です。ってね。 えもう山田さんとも、松村さんが、すごい仲良しだっていうのは、はいはい、私、今、あの、大阪の番組で、山田さんが火曜日されて、私、水曜日やってるんで、ちょっとつながりがあって、はい。松村さんの仲いいっていのも聞いてるんですよ。僕、山田さんの回、よく呼んでいただいて、よく、あ <laughs> の、やらせていただいたんですね。<laughs> そっか、そっか、それで、つながりがあるんですよね。んうん、だけど、やっ津田さん、津田つ美みさんっていう山口のね、南洋工業から株の炎のストッパーになられた。はい 津田津みさんの物語もやられていて、ね、僕津田さんのお話のね、ちょっとこう、<あ>僕ちょっとこう。 結構、津田さんのエピソードしてるんで、山田さんにちょっとこう教えて、まっちゃんありがとうまっちゃんありがとうって電話が入りますね。私今日なんか、ありがとうありがとう、まっちゃん。スラベさんにも会えたし、山田さんにも会えたし、みたいな気持ちになる。あんなにありがとう連呼するのは、浜村淳か、あの、山田みやび人、まさとかですよね。山田みやび人と書いて、まさと。山田さん喜んでるやろな。かきふみやびゆきです。かきふみやびゆきまさゆきですけども、みたいなね。

得をただ取れ託すってね、やってましたね。あの、すいません。豪華すぎるんですけど、今私、このブースで独り占めこれしてるってないです。やいや、まあ、まあ、そんな近藤夏子さんですけど、どんな。近藤夏子じゃないどんな、どんなやって現在、大阪在住でね、関西拠点にテレビ、ラジオで大活躍ということですけど、大のタイガースファンなんですねいや、ちょっとこれ、大のっていうのは違うな。大のと言え、言えないですよ。じゃ松村野球クラブ。 えー、我々ね、タイガースファンも今年最高でしたけどね。いや私ここで喋るの恐れはもう。いや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 。阪神の話は、やっぱ、はい、今 ABC でも番組やらせていただいてるんですけど。中村雄二さんとかあ。そうですそうです。ね、あの、実況の方々もそうですし、うもうなんか。 やっぱ阪神ファンっていうのは、あんまり大きい声で言うのがちょっと怖いぐらい、やっぱ皆さんの熱量がすごいですからすごいね。もちろん負けますし、私今でもなおずっとテレビつけて見てるかじゃそこまでではないんですよ。ただやっぱり大阪にいたら阪神の情報入ってきますし、もっと言えば、子供の時ですね。そうですか。もう、あの、生まれながらにして阪神ファンになるしかないみたいな家族に育ててもらった。のでお父さんがかどの。そうです。 方なんでしょうね。はい。じいちゃんもそうですし、みんな大阪にいて、お父さんも門真にいて、で、先週ね、お電話つながせていただきましたけど、福間さんとも、はい、あの、まあ、高校の、言ってみれば先輩後輩で、で、プロで活躍されてるのもそうだしっていうので言うと、う 本当、生まれた時も阪神のユニホーム。うち、兄もいるんですけど、<え>兄なんかはもうずっと阪神のユニホーム着せられて育って、<ー>私もちっちゃい時のなな、ロンパースっていうんですか、はい、もう赤ちゃんが。それもなんか阪神のやつだし、<laughs> おうちには必ずタイガースのぬいぐるみがあるし、るみ,あってみたいな。もう、私がってるかも家族がもう大の阪神。子供の頃は誰のファンだったんですかまあ私だからファンっていうかその追っかけてはないですけど。多分子供の頃暗黒時代だったと思うんですよ。まあ暗黒 ヒ山とか新庄とか苦しい大変ね。ヒヤマ新庄。さんですよね。<ー>やっぱり、まあアイドルチックに。な,なるほどね。まあ阪神のファンとしてはて。肩が強いからね。<laughs> そこまでセンターから方が。そうですね。補撮。そう。その、そういうのとかもやっぱり、私が求めて、大好きだから見るっていうのをしなくても、もう当たり前のようにその情報が入ってくるみたいな環境では育ちましたね。それで育って、また新庄さんのファンだっていうことで、2012年には関西テレビのプロ野球中継、崖っぷちファイター。はい。ファイターってこれ日本ハムでしょそれ、違うんですかここんとはそこまでではなかったんですかこれね、ここ。 俺はこ崖っぷちファイターズって今の状況じゃないんですか、す西山の再開状況今の話、こ今年新庄、パ・リーグの来年の予想ってなんだろうって言ったら、新庄が大人になるんだって書いてた松村さん、悪すぎるって、<え>そのつなげ方したら、ほんまに私はこれ、これ,これで関西テレビ、崖っぷちファイターズじゃないんですかこれ、違います、ファイターですか、そうです、ファイターという曲なんですか、崖プチファイターというテーマ曲あーまあ本当に書き下ろしでプロ野球の 歌を作ってやった,たんですけど。か失礼だなと思ったんですよ。こ,こんな歌よく歌えるなっていうてたから。見てください。ファン感謝でったら殺されますよ、ほん <laughs> 2012年にですから、はい、今の新庄さんを予想してとかじゃ無理なんですよ。す10年以上前の話ですから。はい。と、はいい,い,はい、いう曲も書かせてもらって。なるほどね。あと私は、あの、タイガースももちろんですけれども、はい、高校野球 どっちかというと今はもう高校野球が大好きです。僕も高校野球見に帰りますもん、も山口に。私も今年は島根に帰らせてもらって、島根、ね、どうですか島根の思,、はい、思い出、高校野球。<laughs> 私自分が高校生の時から高校野球を見に行ってたんですけど、あの、増田東っていう、まあ、私大田高校なんですけど、増田,増田東に友達が、 行ってたんですよ。オー、はい、大田の中学校の時の友達が。はいはい、だからその友達を見に、まあ、お付き合いしてたわけじゃないんだけど、ちょっとかっこいいなと思ってた友達が行ってて、その試合を見に行ったのが、あの、高校野球を見に行くのにはまったんですけど、確かね、15回まで延長を2回繰り返した試合を、<う><う>炎天下の中、私タオルかけて、ずっと見て応援してっていうのが、<laughs> もうなんか、あの、1回負けたら終わりっていう。そうね。あの、トーナメントだからね。 あれがもう本当にもう心にぐさっときて、うん、今大人になってからも、今年もずっと夏は、基本的にはテレビだったりラジオだったりで、高校野球を聞いてるみたいな生活、うんうん。なるほどね。島根県大社高校とかね。はい。あったなーそうですもうでも。島根はだから一番有名なのは、うん、今は治水館、要に治水館って名前ですけど、豪ノ川 そうそうそう、岩道水館ってね、今だって、はい、昔は豪ノ川谷繁さんとかが出てたところで,、はい、で,で,でこの間僕、カープの日南キャンプ行ったらね、はい、あの、それこそ岩道水館の方々が、はい、修学旅行で来られててんですよ。修学旅行でキャンプなのって言ったらね、うん、はい。野球部は修学旅行はキャンプなんですって。他の人たちは、まあ、ディズニーランドかなんか行くんじゃないですか。だけど、みんな、キャンプ巡り。 野球部の人たちキャンプ巡り、みんな楽しそう。で、で、パッと見たら、あのー、岩地、岩道水化の人たちのバスがあって、はい、そこに乗ってったみんな。はい、野球一通り見終わった後は。そうでしょう。でも、それ初めて知りました。岩道イカ野球部だけ別行動で。別行動だっびっくりしちゃった。<は>俺、なんか、俺、隣でずっと、荒井監督とかいたから、はい、藤井コーチがね。はい。 なんかこう、いらっしゃって,て、ちょっとお話しながら、カープのどんな選手がいいのかなとか。でも、でもキャンプも行かれてるんですね、松村さん。僕、キャンプってね、秋、秋期キャンプが一番いいんですよ。なんでかって言ったらね、あんまりね、イラついてないんですよ。春のキャンプは、もうね、<ー>もう、次、もう、開幕にむかっついて、もう、ピリピリあるんですよ。で、練習中に特にの、声かけんなって雰囲気だから、うん、練習終わってからだまだ,まだいいけど、はい、ダメなんですよね。そうなん秋期キャンプは意外に、 穴場で、割とよく、あの、みんな、おあの、優しい。あ、そうい。うん、てか、今ので思いましたけど、山田雅人さんとの共通点そこにもあるんですか山田も野球見に行ってますよね。そう。う,ん、そう野球の語りも作るためにもそうですけど、山田さんもよく行っておられて。足運んでね。ね。もうだって自分でピンポン鳴らすんだから。 中島さんとことか、みん、いろんな家に普通にピンポン鳴らして、主題をお願いします。山田雅人です。山田雅人や、<て>今完全に山田正人や。すいません、山田雅人です。うん。セコムしてますかって言って、中島さんちって。セコムしてますかって言ったけど、入るのかなと思いましたもん。山田雅人です,すみたいな。村山さんちですか <laughs> ピンポン。山田雅人ですって。 入っていくんだから。いやだ、いやだからそこにも共通ってあるんだなというふうにいや、もう山田さんそうですよ。ピンポーン,ーンってはい かけふさん、山田正人です。だけど、今日、山田正人さんと私、ラジオやってるみたいになやってるから、<laughs> えー、松原さんとやってるんですよ。ね、山田正人、出てきすぎですでも、山田正人さんもそうでしょうけど、<laughs> はい、僕もらが町にはすごく感謝する、山口の野球見に行ったりも、うん、山口帰ると、その、なんか、う嬉しいんですよね。そう、で、嬉しいですし、やっぱり、地元に貢献できて、今、観光大使も島、島崎<れ>県の観光大使もそうですし、大田市っていう市の観光大使も、どっちも兼任させていただいてるんですけど。大田市の観光大 大使に任命されて、地元で、なんか、あの。うん、宮根誠司さんもおたしなんですよね。そうなんです。宮根屋が宮根,宮根屋さんと、宮根屋さんと怒られる。うん、宮根屋の宮根さんも、お出し,し、<ー>私。 宮根さんとは、幼稚園、小学校、中学校、高校、全部同じなんですよ。すごいじゃないですか。宮根さんはこ、これは大田のエリートが通うところやなっておっしゃってて。なるほど。私はそこに、同じ、まあね、年齢は違うんで、同じタイミングではないですけど、はい、同じ学校に、幼稚園というか全部一緒っていうので。すごいね。ジャイアンツのに、に岡と阪神の福原も幼稚園から一緒だってうそうなんですか。はい、そういう。お寺も一緒だって言ってました。本当になんかね、その、 ダンカさんとか、モンドさん。全部一緒。これがみんなあの、あの、オリックスのコーチやってる、そよぎさんちのお寺だった。そうなんです。繋がってるって言うから、でも、宮根さんと繋がって、これ、宮根。エンディング曲、どうですか。宮根、頼めばいいじゃないですか。いや、でも、宮根さん、あんまり、大田の話、支払えへんのよ。じゃ、じゃ、じゃ、い、言ってくださいよ。エンディング曲。やりましょうか。ね。いや、だから、宮根さんが、あの、歌詞を書いて、私が曲を書いて、その、大田の地元の曲を作ったんですけど。その、ゼロ八五四八って、これ、市街曲番なんですけど。っていうタイトルの曲。 なんですけど、はい、これは、大田の夕方4時半に毎日流れてるんですよ、街で。<ー>だからお、あの大田に帰ると、地元の人からは、08548歌ってる子だね、とか。で、子供たちもみんなくじ染めるんで。そして、ふるさと自然大使も <laughs> そうです、そうです、そうです。これ、遣唐使って言うそう、遣唐使っていうのが、まあ、観光大使のことを、島根県の観光大使のことを遣唐使。あ、そ遣唐使のとが。島。 うなまいです。小野の妹子関係ないです関係ないです。全く関係ない。小野の妹子よりも健闘士、こっち。あ、ね近藤夏子ですよ。近藤夏子です。あ、でも、島根の方からも、行けるっちゃ行けるんですかね。どこにでも、島が多いですよね。島根ですかね、島ってなんか沖の島とか。あ、そうです。あ、よくご存知ありがとうございます。沖の島。後鳥羽上皇が、そうです、上記の欄でね。 すごい。1221。はい、島流しされた。な時のね。そうです。あの、当時の、あの、だから島根は、だから島根に今日言葉が多いんですよね。すごい。え、めちゃくちゃ詳しく、ね、知っ,てくっ,たってそこの言葉上皇の墓守りされてたのが、西川峰子さんの元旦那さんですもんね。本当にそうですよ。本当ですかええー。そ、そこに、っっそこに多分、島根、西川峰子さんがここ来てる。え、あの、<laughs> 観光大使より知識を回るのやめてもらっていいですかいやいや沖野島ですよ。僕詳しいんで。すごい詳しくて。とば葉情報とかも。私が負けちゃ、鎌倉自体詳しいんで。負けちゃいます。はい、私が負けちゃうから困ります。わ、はいはい、かりました。じゃあ、ほどほどにしときます。はい、<laughs> すごい知ってる知識で。ねそろそろお分かりの時間になりました。はい、いお知らせありますかね。そうですね。私のデジタル AP 先週もいましたが、トロは発売中でございますので、ぜひ、はい、皆さんダウンロードして聞いていただきたいと思います。そしてあの、ライブが実は12月21日に関西の方であるんですが、あり ありがたいことにチケットソールドアウトあそうですかということなので、来年もライブ活動、音楽活動、どんどんしていくので、あの、詳しくは私、インスタグラムとか X、そしてホームページチェックしてもらって、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。 はい、もうすぐソールドアウトなんですねありがたいことにラジオのリスナーさんも歌は2曲ってことないですよね全部トークとか見えるんですけどあの独演会みたいな独演会だん会かここはみたいなそれよく聞かれるんですけどさすがに歌わせてわんまないは歌わせてくださいぜひお願いして歌わせてもらいますときそばからやらないやらないですかそれはしないですと枕とかやらないです私はやらないですわかりましたじゃあここで1曲お願いしますははい、そそれでの ください近藤夏子で愛はいということで今週のゲスト近藤夏子さんでしたありがとうございました she